アルファロメオミト、ミト、ミトは、イタリアの自動車メーカー、アルファロメオが生産する小型サンドアハッチバック車である。2008年、平成20年6月19日に、スフォルツェス古城で発表会が行われた。車格は B セグメントに属し、市場での位置は、スポーツ、プレミアムよりである。フィアットグランデプントとプラットフォームを共用し、 開発コードは955南アフリカランドと呼ばれていた。サスペンションは前輪マクファーソンストラット、コイルスプリング、後輪トーションビーム、コイルスプリングを採用している。エンジンはすべて直列4気筒で、本国ではガソリンは4種類すべてが16バルブの1.4リットルで、自然吸気板が2種類、1.4DOHC16V、 78PS と 1.4DOHC16V95PS とマルチエアターボチャージャー版が2種類1.4サイチェシー 16V マルチター TB135 ビット HP135PS と1.4サイチェシー 16V マルチター TB170 ビット HP170PS が設定されているディーゼルエンジンすべてサイチェシー16バルブ コモンレールターボで1.3リットル 1.3JTDM と1.6リットル 1.6JTDM の2種類が用意されている。ちなみにガソリンエンジンの中で1.4マルティル TB170 ビット HP170PS はクワドリフォリオベルで英国ではクローバーリーフという名称にのみ搭載されている。トランスミッションは当初マニュアルのみ6速 MT および5速 MT であったが、2010年に、アルファロメオ発の6速間式、デュアルクラッチオートマチック、アルファ TCT が設定された。ただし、搭載されるエンジンは、現在1.4マルティル TV135 ビット HP、135PS に限られている。駆動方式は、横置き FF。この車種で特徴なのが、アルファ DNA システムであり、 シフトレバー付近に配置されている上下3段階の操作スイッチを切り替えることにより、エンジンやパワーステアリング、ESP など関連する制御系の設定を変更することができ、スポーツ走行のダイナミック、市街地走行のノーマル、雨天時などの滑りやすい路面で安全を確保するオールウェザーと、それぞれの頭文字を取って DNA と略され、ドライバーの好みや、 走行時の条件に合わせて3つの走行モードを選択できる。またこのシステムはクワドリフォリオベルデにオプション設定されているダイナミックサスペンションとも連動しており、モードによりショックアブソーバーの減衰力を可変することができる。社名の由来はミラノでデザインされトリノで生産されることからそれぞれの頭文字を取ってミツーと名付けられた。ちなみにイタリアでは ドットが入っているが、日本仕様には入っていない。日本では2009年4月に発表され、同年5月より正式に発売開始となった。導入当初 155PS を発揮する1.4、ターボチャージャー付けガソリンエンジンを搭載した1.4、T スポルト、6MT のみが導入された。ボディカラーは少なく、アルファレット、ビアンコスピノホワイト、エトナブラックの3色。 インテリアは標準でスポーツファブリックのブラックとブラック、レッドの2種類とオプションでフラウ車製、本革シートのインテリアでボディカラーに応じてブラック、レッド、ナチュラルが選べた。装備は安全装備を中心にサイドエアバッグやカーテンシールドエアバッグ、VDC などが標準装備されていたほかフロントブレーキにはブレンボ車製の4ポットキリパー仕様が装備された。 反面、リアシートは4人乗り仕様のためセンターヘッドレストが装備されていなかったほか、エアコンがマニュアル仕様だったり、ドアミラーが電動格納式でなかったりするなど、日本仕様にしてはユーティリティに劣る内容も見受けられた。2009年秋には 1.4t スポルトをベースにしたイモラリミテッドを150台の限定発売。ボディカラーには限定車専用のイモライエローを採用し、 イモラ専用の18インチアルミホイール、本革シート、クローム調のヘッドランプテールランプベゼルドアミラーカバーとイモラリミテッド専用のシリアルプレートなどが装備された。2010年7月には1.4マルティル TB170 ビット HP 170 PS、170PS プラス 6MT を搭載したクワドリフォリオベルデが追加設定され販売開始となった。 GTA 規格とも言われており、ミト最強のスポーツバージョンとして設定されている。このクワドリホリオベルデには、本国でオプション設定扱いになる18インチホイールや電子、制御式、ダイナミックサスペンション、ポルトローナフラン社製の本川シート、ボーズサウンドシステムを標準装備したほか、右ハンドルと左ハンドルが両方とも設定されている。エンジンは後ほど追加設定される、 スプリントとコンペティオーネと同じマルチエアエンジンであり、スタートストップ機能も装備されている。出力の違いは、主にコンピューターの設定と排気系の違いによるもので、ある。2010年10月には1.4マルティル TB135 ビット HP、135PS エンジンに、待望の AT 仕様、6速間式、デュアルクラッチオートマチック、αTCT を搭載した、 スプリントとコンペティションを発表し、同年12月より正式発売された。1.4t スポーツより、エンジンの出力は 15PS ほど低く抑えられているものの、マルチエアエンジンにより、レスポンスが向上し、街中での走行性は高められている。α 発のデュアルクラッチ式ミッションは、セレスピードよりも変速ショックが格段に抑えられており、 トルコン AT のみのスムースな走りとなっている。クワドリフォーリオベルで同様、マルチエアエンジン搭載車には、スタートストップ機能が装備され、信号マッチなどのアイドリング時にエンジンを自動的ストップさせることができる。装備は 1.4t スポーツに比べ様々な装備が追加され、5人乗り仕様となりリアシートに、センターヘッドレストが追加されるとともに6。 4. 分割仕様に変更されたほか、エアコンがオート化されたり、電動格納ドアミラーが装備されることとなった。また、上級仕様のコンペティツヨーネには17インチホイールとパドルシフトが装備され、オプションで o ーズサウンドシステムが用意されている。なお、このスプリントとコンペティツヨーネの販売を機に、初期モデルの 1.4t スポーツの販売は終了した。 2009年、平成21年のジュネーブ省に、アルファロメオ伝統の GTA の名を冠した、ミト GTA コンセプトが出品された。乗車店員は、フロントバケットシートのみの2名で、各部は相応に補強されているが、カーボンファイバーやアルミ部品の使用により、重量増は最小限に抑えられている。標準車に対して車高が2 0、mm、下げられ、 スカイフック制御を行うアクティブサスペンションが装備される。排気量は往年のジュリアシリーズを彷彿とさせる 1750cc、最大出力は2 4 0 p s 0時速 100km の加速は5秒台、最高速度は時速 250km とアナウンスされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。